はい、ゲームコレクターの先刊です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはモデルデビュー2ニコラ。はい、ということでね、フジューさんがね、女児系のコンテンツを、まあ、今回2なので、まあ、すでに1作目出てるんですけど、なんとなくね、3DS 時代には割と女児系のファッション系コンテンツっていうと、まあ、各社ね、まあ、アルケミストさんとかね、日本コロンビアさんも出してたし、あと、まあ、ニンテンドーもね、出してましたし、まあ、いろんな会社が出してたんですけど、ニンテンドースイッチになってね、割とそこ弱いんですよね。で、まあ、フジューさんが、まあ、なぜフジューさんがこのコンテンツに手を出したかわかんないんですけども、まあ、とにかくね、今回2作目ということで、まあ、実は1作目もプレイしてないんで、ちょっとまだあんま状況わかってないんですけど、ちょっとサイトをね、見ていこうかと思います。はい。ということで、おしゃれセンスをアップデート。あなただけの欲張りコーデが叶うファッションゲームってあるけど、これ、思いっきりね、この、なんだろう、サイトのね、サイズで見るとね、タイトルロゴが見えないっていうね。まあ、これね、もう少し広げると、実は全身が映るんですけども、かなり広げないとね、すごい絵がちっちゃくなっちゃうんで、まあ、ちょっとこのサイズで、やらせていただきます。はい。ということでね、ちょっと下がっていくと、というか、これタイトルわかんないでしょね。で、下がっていくと、まあ、ムービー、こちらはね、概要欄にリンク貼りますので、そちらで見ていただければと思います。はい。あ、これ、このね、ハートマークのところ、これがロゴですよ。モデルデビュー2、シャープニコラって書いてあるのかな、英語表記にするとね。で、小さなプロダクションの新人モデルとしてデビューすることになったあなた。おしゃれにお仕事、時には恋まで、憧れのモデルライフを叶えちゃおう。女の子の大好きがいっぱいということでね。ニコラはね、多分アルケミストさんのタイトルがニコラでしたよね。3DS の時のね。で、日本コロンビアさんもね、ニコプチでやってた気がするんだけど、まあまあ、だから、まあ、そういうところら辺からのこう、流れなのかなという感じがします。まあ、開発会社とかわかんないんですけど、多分、子供向けに作ると、そこのニコラと組むっていうのが、一番こう、狙いやすいところなのかなという感じがします。はい。ということで、かわいいコーデが叶う、夢のトータルコーディ、トータルコーデ、ということでね、コーディネート。はい。ということで、まあ、いろいろと、こういう感じのね、コーデが、まあ、ちょっと僕は、こういうゲームやるとき、結構、なんとなくこう、検索とかがね、できる機能のね、やつゲームが多いんで、なんとなくカテゴリー入れて検索して、その中からこう選んで、自分でこれがいいのかどうかよくわかんないんだけど、いい評価もらうみたいなね、ことよくやるんですけど、まあ、はい。で、ニコラ監修のトレンドアイテムで自由にコーディネート、ということで、ビューモア、まあ、ちょっともう少し、見とくか、一応、ビューモア。ファッション、コーディネート、ヘア&メイクアップのね、このコーディネートの方ですね。はい。ということで、コーディネート、カジュアル。はい。お気に入りコーデが保存できちゃうということでね、まあ、いろいろとこう、まあ、3DS の時と違ってね、ちょっと文字入力とかいうところは、ちょっと、大変そうな気がするけど、カテゴリーをこう選べるんだったらまあいいのかなーってところですよね。うん、はい。で、2個しかなかったか。一回こっち戻って、はい。で、ヘア&メイク。トレンドヘア&メイクが楽しめるコーデと合わせてあなたのセンスを発揮ということで。まあコーディネート、服の方はね、割といろんなところのこう、まあ、なんだろう、服装はこういろんなコラボじゃないけど、なんかファッション、なんかこうカテゴリーごとのね、服をいろいろ用意してこうやれるんですけど、ヘアメイクは割ともう決まってますよね。メイクに関して言うと。まあヘアもね。ということで、まあこんな髪型があるよ。まあ、ただ、こういうの不思議なんですけど、やっぱ髪の毛ってこう、切っちゃうと伸ばすの結構時間かかるけど、ウィッグしてるのかな。まあその辺よくわかんないけど、はい。まあこんな感じでね、ヘア。今っぽニュアンスヘア&アレンジいっぱい。
今っぽニュアンスヘア&アレンジいっぱい。これ若い人はこう読むのかな、今っぽっていうのかな。はい、で、メイク。あ、ちょっと待って。こっちか。こう、これか。そう、ヘアカラーね。結構奇抜なヘアカラーね。ゲームの中なら出ちゃうからね。ときめきメモリアルとか初めて出た時に結構あの髪の毛の色は奇抜だなと思ったんだけど、みんな普通にね、でもあれ、ああいうね、こういう色をね、結構リアルにやると結構あんま綺麗にならないんですよね。まあいいや。で、メイク、垢抜けトレンドメイクが楽しめちゃうということでね、メイクは実は一番よくわかんないんですけど、毎回こうなんとなくメイク系のやつってこう色決めるとなんとなくこのあたりが赤くなるとか、こうゲームの中で決まってるからそれをやるんだけど、実は個人的にはいまいちピンときてないんですけど、うん、まあいいのかな。はい。で、イメチェン、キュートガーリークール、顔の形やパーツの位置を調整してイメチェンできるよ。顔の形やパーツの位置を調整、どういうこと？顔の形、整形？顔の形やパーツの位置は、なんだろう、普通リアルに変えれないからね、変えれちゃうの、すごいな、それは。うん、整形なのかな。まあいいや、はい。で、次。で、仕事も恋も欲張りに目指せトップモデルということで、ジョブ、夢にチャレンジ、ニコモ、その、ニコモと、ニコラと組んでるから、そう、雑誌とかのね、カテゴリーのことができる。まあ、これもアルケミストさんの 3DS とか DS で出てたシリーズのね、ニコラのやつっていうのは、大体ニコラのモデルになるようなのが入ってましたよね。で、雑誌、テレビ、ファッションショー、憧れのお仕事をまるっと体験ということで、ジョブ、はい、テーマに合わせてコーデやヘアメイク、あれなんだこれ、ジョブ、あ、いいのか、ジョブだからね、テーマに合わせてコーデやヘアメイクを決めようということでね。まあそうね、雑誌とか、あー、でファン、お仕事が頑張るとファンが増えて人気アップ、そうなるよね。結構ね、この辺のあれですよね、これ、そう、ポーズとか表情、これもアルケミストさんのタイトルあたりは結構よくやってた気がするな。結構ね、僕意地悪だからね、スカート、ロングスカートでね、足が結構動くようなポーズ取ると結構こうスカートから足が見えたりとかね、そういう荒探しよくやってました。はい。まあいいんですけど、はい。で、いろんなお仕事にチャレンジ、雑誌、イメージモデル、あ、この辺でもそうですよね。で、ドラマ、テレビ番組、ファッションショー。まあ、実際のね、モデルさんがどれぐらいそういうところにこう、食い込めてるかわかんないんだけど、まあ、芸能界の仕事ってイメージとしてはいいのかな、という感じですね。で、一回戻ろう。で、プロダクション。はい。モデル仲間を増やして、プロダクションをどんどん大きくしちゃおうってことで、これは何なんだろう。経営的な視点なのかな。プロダクションね、はい、人気モデルのあなたに憧れてプロダクションに所属するモデルが増えていくよ。自分が活躍すると、自分が経営者でもないんだけども、自分が活躍するとモデル事務所がこう注目されて、でそこにこう女の子たちがモデルとして来るってことかな。ツーショット撮影したりリンクコーデ、はい、でいろんなイベントを楽しめちゃう。モデルを増やしで、プロダクションをどんどん大きくしちゃおう。これ多分プロダクションを大きくするってことは、今のこういろんな人とこう組んで仕事ができて、でもしかしたらそういうコンビで新しくなんか仕事がもらえてとかいうイベントがあるのかなと推測。で、なんか次ラブとか見えたそう。うん、はい、ラブ、個性豊かな男の子たちとの出会い、あなたが叶えたいのはどの恋って、これ、キュンが止まらないとか書いてるけど、これはね、まあ、いいのかな、いいのかな、もう、あ、こっちじゃない、こっちか。はい。
いいのかな、恋愛しちゃって。でもこれ多分こういうゲームの場合って付き合ってるのがバレてこうスキャンダルになるんじゃなくて、多分そこはこう祝福されるんじゃないのかなという感じがします。お仕事で出会う3人の男の子、あなたが気になるのは K。 明るく素直で誰からも好かれる国民的人気俳優、何事も完璧にこなし、あなたが仕事でミスした時にはもうすかさず助けてくれる頼もしい存在。もうこういうの見ちゃうとなんかもうあのプロダクションを大きくするぐらいのこうビッグなね、あのモデルをやるっていうことはもう最初からこうある程度成功が約束されてんのかなって感じはしますよね、ゲーム内容的にね。で、次ハルト。あなたの影響を受けてモデルの世界へ飛び込んだ幼馴染、頭がよく何でもそつなくこなすことができるかがゆえに何事も真剣に取り組めないでいるということで、これ幼馴染と仕事現場で恋愛ってちょっとやばいんじゃない。で次、シーナ。最年少でトップモデル賞を取ったカリスマ的存在、現在はある理由からモデルの道を離れてあなたのマネージャーをしている。マネージャー、最年少、あ、でも一応最年少でトップモデル賞を取ったけども年を重ねてで今はマネージャーをしているってことですよね。マネージャーとの恋愛も結構やばい気がするけどいいのかな。はい、まあでも多分こういうのは女の子のこう憧れとしてこう仕事の世界に入って恋愛もしちゃうという、まあちょっと現実とはちょっと乖離してるけども夢物語として成立するにはいいようなシチュエーションなのかなということにしときましょう。はい、ということで、はい。でシェア、インターネットにつないでみんなとおしゃれが楽しめちゃうということでね、これはインターネットっていうのはごまかさないんだね。うん、インターネットに接続してポートレートをアップするとモデル ID が手に入るよって、どういうこと？お友達のモデル ID をゲーム内で入力すると友達のモデルがあなたのプロダクションに所属。あ、そういうこと か、 だからゲームの自分がプレイしてるゲーム内でも多分こう活躍するとプロダクションにこう人が入ってきてっていう要素はあるんだけど、まあ 3DS というとこのすれ違い通信的なニュアンスに近いのかな。ただもう少しこうピンポイントに、もしかしたら例えば Twitter とかでモデル ID をこう公表したりして使ってねみたいにやって、こうじゃあそれってもらってとかってやるとこう少しね、あの自分のゲームにこうドーピングというかブーストかけられるっていう、まあそういう感じなのかな。はい、おしゃべりしたり、ツーショット撮影したり。でも知らない人がこう入り込んできて楽しいかどうか別なんでね、なんかどっちかというと友達とかでやってる人がいるかどうかっていう、まあ、僕の場合ね、いつもこういうゲームやるとき困るのが、友達で同じゲーム遊んでる人いなくてね、ちょっと困っちゃうんですけど、はい。で、同じコーデがもら、同じコーデもらえるんだ。モデル ID を交換し合ってみんなでおしゃれをシェアしよう。ソフトの更新無料を行うことで通信で使うとしたモデルが話しかけてくる機能が追加されますってことは、これは、あれかな、マスターアップした後に発売までの間にこういうの機能を入れたというか、逆に、もともと入れる仕様だったけども、あのマスターアップに間に合わなくて後でこうどうにか作れたから発売時にアップデートしてっていうことなのかな。これが発売日に間に合うかどうかはよくわかんないけどね。で、無料は、でもアップデートするとそういう機能が追加されるというのが、まあ、事前情報として報告されてるってことですね。はい、ということで、まずこれはいいや。はい、でスペック、はい、パッケージね、こんな感じで、まあ、あの女の子たち並んでてね、これあのこのサイトをもう少し広げてみるとね、この子たちのこの等身のやつが出てきますのでね。はい、ではい、モデルデビュー2ニコラ、11月4日発売予定、プラットフォームは任天堂スイッチとライトで、ジャンルはモデルシミュレーション、プレイ人数は1人、
で、希望小売価格はパッケージ版、ダウンロード版ともに、6908円、税込みということですね。なんか中途半端だな。なんでだろうか。あ、でも税抜き価格がちょうどいいのかな。62パとかそんぐらいなのかな。63パかな。はい。で、セロ A で、フリューからですね。ということで、いやー、正直ね、モデルデビューニコラが出てたのは知ってるんですけど、まだプレイしてほどないんでね、ちょっとそっちを先にやらないといけないかなと、個人的に今、思い始めました。3DS のね、ジョジ系コンテンツは結構プレイしてる僕としてはね、スイッチもちょっとそろそろ、エンジンかけないといけないかなと思いつつある、今日この頃です。ということで、この動画にね、このチャンネルにね、ご支援いただける方は、ぜひグッドのね、評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、作家でした。